TJ ライナーは、東武鉄道東上本線で運転されている、座席指定性の優等列車である、JR などで運行されている、ホームライナーに似た形態で運行されている、2008年6月14日に営業運転を開始し、東上本線の有料列車としては、特急、フライング登場後以来約50年ぶりとなる。ただし、TJ ライナーは、フライング登場と異なり、 この名称を愛称としてだけではなく、愛称を兼ねた正式な列車種別名としている。シンボルカラーは青を基調とする。停車駅案内、駅時刻表においての色は大概を使用。2010年1月には、日本鉄道運転協会創立51周年、記念式典における東記念賞を受賞した。受賞内容は、東武東上線、TJ ライナーの設定及び総合的な、 輸送形態の改善についてである。富士見の異北各駅への速達性を高め、座席指定性として快適な車内環境を確保する目的で、下り列車は夕方以降に、上り列車は朝に運転を行っている。2019年3月16日改正のダイヤでは、下り列車は平日ダイヤでは14本、と休日ダイヤでは11本が運転され、 上り列車は平日ダイヤに2本運転される。なお、大幅にダイヤが乱れた場合は、運転を取りやめることもあり、他の種別に変更して運行される場合もある。2008年6月の運行開始以降、順調に乗客を獲得していることから、2011年3月5日のダイヤ改正で平日ダイヤで3本を増発し、土曜日、休日ダイヤで森林公園行き2本を、 小川町域に延長した。2013年3月のダイヤ改正からは、全列車が小川町域となり、平日ダイヤ1本、土曜日、休日ダイヤ2本の増発がなされた。さらに2011年から毎年12月から1月には、夜間に臨時列車が1本運転され、2014年7月からは、毎週金曜日、2015年6月からは、毎週木、 金曜日の運転に変更されている2016年3月のダイヤ改正で平日ダイヤのみ上り列車が新設された2019年3月16日より着席方式が座席定員制から座席指定制に変更されたくったり列車池袋駅富士見野駅川越駅川越市駅坂戸駅東松山駅森林公園駅付きの和駅武蔵嵐,嵐山駅 川町駅上り列車森林公園駅、東松山駅坂戸駅川越駅藤見野駅、池袋駅下り列車は、全列車藤見野で準急または普通に、川越市で急行または準急に接続する。平日ダイヤの9.1321.2527号を除く、全列車は、坂戸で、小越線列車に接続し、 平日ダイヤの小川町行き3.711.2123号を除く全列車が終着小川町でより行きに接続する TJ ライナーの営業運転開始と同時に設定された快速急行は和光市、四季に停車し、富士見野を通過するのに対し TJ ライナーは和光市、四季を通過し富士見野に停車するという選択停車を行っている。上り列車は 下り列車の停車駅である川越市駅を通過する。着席整理券券売機 TJ ライナー11号着席整理券を池袋から乗車する場合は、乗車券の他に座席指定券が必要となる。富士見の異北は乗車券のみで乗車できるが、着席の保証はない。定期乗車券、回数乗車券等との併用も可能。池袋駅は5番線ホームから発車する。 座席指定権確認のため中央口に北口改札内の5番線ホーム連絡階段と南口5番線ホーム入り口で座席指定権に表示されている QR コードをその読み取り機にタッチする必要がある。ただし中央口1改札内の5番線ホーム連絡階段からは入場できない。また16時以降は5番線ホームに通じるすべての通路が一時閉鎖される。 改札外の自動券売機は当日所列車から発車2分前まで、改札内の券売機は発車30分前から発車1分前まで、チケットレスサービスによる購入は乗車日の1週間前の4時50分から発車5分前まで発売している。各コンコースには販売状況を知らせる液晶ディスプレイが設置されており、座席が50席以上残っている場合は、残り座席がわずかな場合は、 座席が完売した場合は、罰、運休の場合は、休を表、なお、時は一度に、複数枚購入ができない。座席指定制移行前は、着席整理券の自動券売機は、前5両は、中央口に切符売り場と中央口に、北口改札内の5番線ホーム連絡階段付近に、55両は、南口切符売り場と南口改札付近にそれぞれ設置されていた。なお、 QR コード導入前は不正乗車防止のため、着席整理券の自問の色は毎回変えられていた。券売機で購入した使用済みの指定券は自動改札機には通せないので持ち帰るか指定券回収箱に投入する必要がある。上り列車は乗車駅によって座席指定券の料金が異なり、森林公園駅、東松山駅、坂戸駅、 川越駅から乗車する場合は、大人470円、小に2 4 0円、富士見野駅から乗車する場合のみ、大人370円、小に1 9 0円となる。雑席指定券は、富士見野駅玉、淀駅間隔駅と池袋駅、小瀬線前駅の自動券売機及び、チケットレスサービスで発売される。自動券売機では、乗車日の前日から、チケットレスサービスでは、 乗車日の1週間前4時50分から発売される。下り列車同様、定期乗車券、回数乗車券等との併用も可能。下り列車と異なり、途中停車駅での降車はできない。また、乗車口は、森林公園駅、東松山駅は1カ所、坂戸駅、川越駅、富士見野駅は2カ所のも座席指定制移行前は、発売席数と指定車用は、 乗車駅ごとに決められており、森林公園駅、東松山駅、富士見野駅は、この3駅合計で92席、坂戸駅、川越駅は、それぞれ172席の発売となっていた。チケットレスサービスを利用すると、携帯電話からインターネットを通じ、クレジット決済で購入した、着席整理券を、携帯電話の画面に表示することにより、 池袋駅で券売機による着席整理券を購入することなく、そのまま乗車することができる。利用の際は、東武携帯ネット会員に会員登録する必要がある。チケットレスサービスの利用開始と同時に、券売機で発売する着席整理券においても、QR コードが表示されるようになった。それまでは、駅員、ステーションアテンダント、警備員が整理券の確認を行っていた。 これらのサービスは2009年9月15日より開始した。TJ ライナーが全区間運休はもちろんのこと池袋駅、富士見野駅間で運休した場合、90分以上遅れて富士見野駅、池袋駅に到着した場合は手数料なしで払い戻しができる。その他の場合は車両は TJ ライナーの運行開始に合わせて製造された5万90系を使用する。 客用扉間の座席は近鉄の L、C カーのようなクロスシートとロングシートの両方に切り替え可能なマルチシートを装備し TJ ライナーではクロスシートで運用される。ただし車端部の座席は背もたれ高さをマルチシートと合わせたロングシートである。座席指定性移行前はこのロングシートの部分は乗車整理券の発売時の座席数に計上されていなかった。 東武東上本線の優等列車遠隔については、東武東上本線特急列車遠隔も合わせて参照されたい。2007年12月22日から2008年1月17日の間、この新ライナーの愛称が TJ ライナー、お帰り、ライナー、アシストライナーの3つより投票形式で募集され、一番投票の多い愛称が座席定員制ライナーの愛称に採用される、 公式を取った。その結果、TJ ライナーが4313秒と最も、オークシンライナーの愛称に決定した。TJ は、登場のローマ字表記、途中の T と J に由来し、後に登場線の駅ナンバリングの記号にもなっている。2008年3月23日、森林公園研修区において、シンライナー愛称決定記念イベントが実施されたことに伴い、 池袋森林公園間直通で臨時運転された。5万9 0系での運行。この列車には往復はがきによる事前応募制で抽選に通った人のみが乗車できた。もともと1列車の運行で予定されていたが、応募者多数により2列車で運転された。乗車した人には乗車記念の乗車証明書などが配布された。1号は、 池袋9時33分発、森林公園10時28分着。2号は、池袋9時46分発、森林公園10時49分着であった。2008年4月20日、第23回以外、秩父七宝重装ハイキング大会が開催されたことに伴い、臨時運転された。池袋駅から、同大会集合駅である、小川町駅まで一列車の運行。 5万 90K での運行で、停車駅は、急行列車と同じであったが、クロスシートで運用された、大会参加者の乗車を目的としているが、ハイカー以外の一般乗客も、乗車可能で事前応募等は不要であった。2008年6月7日運転、同年6月14日の TJ ライナー運転開始に先駆け、臨時運転された。5万 90K での運行で、車内自動放送を、 車体の行き先表示などが初めて使用された。池袋駅から森林公園駅まで一列車の運行で、停車駅は TJ ライナーと同じであった。この列車で池袋から乗車する場合は、東武百貨店池袋店で5月下旬により3000円以上の買い物をした先着200名の希望者に、一人に月2枚の着席整理券と記念品が配布された。TJ ライナーと 同じく、ライナー改札口で、整理券を提示し5番線から発射した。なお、不死身の遺北から乗車の場合は、整理券を所持していないものも乗車できた。曲名、TJ ライナー作詞、作曲、ボーカル、TJ ボーイズこの楽曲は、2008年夏に、ヤマハ音楽教室に通う小学生3人により、作詞、作曲が行われ、同年11月に、 ヤマハ音楽教室主催のジュニアオリジナルコンサートにて発表された TJ ライナー運転開始から1年目となる2009年6月14日池袋駅において TJ ライナーの歌の発表が一般向きに行われ TJ ライナーの歌が収録された CD が無料配布されたありがとうございます